ビルボードジャパンチャートで衝撃の1位獲得日本の音楽シーンに革新の波クリーピーナッツからナンバーアンダーライン I までのトップニュース2024年6月19日日本の音楽業界において注目すべき出来事が続いた週がありましたクリーピーナッツのブリングバングバングボーンがビルボードジャパン総合ソングチャートジャパンホット1 0 0で通算18度目の総合首位を獲得したことが その一つですこの曲はすでに23回目のチャートインを果たしており全国ツアーの一環として開催された国立競技場用踊り時期第一体育館公演の話題もありラジオのポイントが増加しましたこれにより他のポイントは微減に止まったものの総合ポイントは前週比95%とほぼ横ばいで再びチャートのトップに立ったのです一方で 総合アルバムチャートホットアルバムズでは何は男子のプラスアルファが総合首位を獲得しましたこのアルバムはリード曲アルファをはじめとする計14曲初回限定版1は15曲初回限定版2は17曲が収録されています6月12日にリリースされたこの作品はアルバムセールスで36万8543枚を記録し堂々の1位に輝きました 続いて、STU48 のファーストアルバム、懐かしい明日がアルバムセールス7万6455枚で2位、ダウンロード数百 DL で32位を記録し、総合2位に登場しました。さらに、ミュージカル、刀剣乱舞のファンサイト限定コンテンツ、本丸離れきを収録した CD がアルバムセールス1万5556枚で3位を記録し、総合3位にランクインしました。また 世界各国でヒットしている日本の楽曲をランキング化したジャパンソングス国別チャートでは XG のウォークアップが5カ国で首位を獲得しましたこの曲は XG が5月21日にリリースした最新曲でありアメリカイギリスブラジル南アフリカシンガポールの5カ国で首位をキープしていますさらにフランスイギリスブラジル南アフリカシンガポール インド・韓国の7カ国で全州を上回るストリーミング数を記録しましたこのように日本の音楽が世界中で注目され評価されていることは非常に喜ばしいことですさらにミセス・グリーンアップルのライラックがビルボードジャパンチャートにおいてストリーミングの累計再生回数1億回を突破しましたこの曲は2024年4月17日に公開されたチャートで15位に初登場し その翌週週からは8週連続続でトッププをキープし続けていますチャートイン10週目での1億回突破は彼ら自身の最速記録でありビルボードジャパンの集計でも史上5番目の速さとなりましたこの記録は彼らの音楽が多くの人々に愛され支持されている証拠ですそして No. アンダーライン・アイが2024年9月23日にファーストアルバム「No.I.」をリリースすることが発表されました これは6月20日に東京有明アリーナで開催されたナンバーアンダーライン愛発の単独公演ノーオーリングファイナル公演にて明らかにされたものです同ライブでも披露されたゴートやボンのほか神宮寺裕太プロデュースのアルバムリードトラック INZM 読み「稲妻を含め初回限定生産版ノーアイバージョン INZM バージョンには全12曲 通常版には全13曲が収録される予定です。また10月から全国7箇所でツアー n ン u l i n e アイライブツアー2024の開催も決定しており詳細は7月上旬頃に発表される予定ですこのように彼らの音楽活動がますます活発化しファンの期待が高まる中でのアルバムリリースとツアー開催は大きな注目を集めることでしょうこれらの出来事は 日本の音楽シーンが多様性とと活力に満ちてていいることを示しています。クリーピーナッツの「ブリングバングバングボーンは」は彼らの独自のスタイルとパフォーマンスが多くのリスナーに支持されていることを示しておりその人気は今後も続くことでしょうまたなに男子のプラスアルファの成功はジャニーズグループとしての新たなステージに立ったことを意味しており彼らのさらなる飛躍が期待されますさらに s t u 48やミュージカル、刀剣乱舞といった多様なジャンルのアーティストがチャート上位にランクインしていることは、日本の音楽シーンが非常に豊かであることを示しています。XG のウォークアップが国際的に評価されていることも、日本の音楽がグローバルに通用する力を持っていることの証拠です。特に、ストリーミング数の増加は、彼らの楽曲が多くの国で広く聴かれていることを示しています。 ミセス・グリーンアップルのライラックの成功も日本の音楽が国内外で高く評価されていることを示しており彼らの音楽が多くの人々に影響を与えていることがわかりますまた n o ンアイの初のアルバムリリースとツアー開催は新しいアーティストが日本の音楽シーンに新たな風を吹き込んでいることを示しています彼らの独自のスタイルとクリエイティブなアプローチは多くのファンに支持されることでしょう このように日本の音楽シーンは常に進化し続け新しい才能が次々と登場していますこれからの日本の音楽シーンがどのように発展していくのか非常に楽しみです新しいアーティストがどのような楽曲を生み出しどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか期待が高まりますまた既存のアーティストたちがどのように進化しどのような新しい挑戦をするのかも注目すべきポイントです 最後に読者の皆さんに問いかけたいと思います。あなたにとって音楽とはどのような存在ですか音楽があなたの日常にどのような影響を与えているのか、そしてこれからどんな音楽を聴いてみたいと思っているのか、ぜひ考えてみてください。音楽は私たちの生活に彩りを与え、心を豊かにしてくれるものです。これからも新しい音楽との出会いを楽しみにしながら、 自分だだけけのの音楽の旅を続てていってくださいっくさミセス、グリーンアップル・ライラックが、ビルボードジャパンチャートにおけるストリーミングの累計再生回数1億回を突破した。ストリーミングソングチャートでは、2024年4月17日公開チャートで15位に初登場し、翌週の4月24日公開チャートからは8週連続でトップ10をキープし続けている同曲。チャートイン10週目での1億回突破は、 ケセラセララ週で突破オヌキ地震最速ビルボードジャパンの集計でも史上5番目の速さとなったミセスグリーンアップルライラック地震最速でストリーミング累計1億回再生突破ナンバーアンダーラインアイが2024年9月23日にファーストアルバム No.I. をリリースするこれは6月20日に東京有明アリーナで開催された ナンバーアンダーライン愛発の単独公演ノーオーリングファイナル公演にて発表されたもの同ライブでも披露されたゴートやボンのほか神宮寺ユータプロデュースのアルバムリードトラック INZM 読み「稲妻を含め初回限定生産版ノーアイバージョン INZM バージョンには全12曲通常版には全13曲が収録されるまた 10月から全国7カ所でツアー n ーアンダーライン・アイライブツアー2024の開催も決定しており詳細は7月上旬頃に発表予定 n ーアンダーライン・アイの初単独公演ファーストアルバム No. アイリリースツアー開催を発表